今回は収益・費用の繰り延べの論点について学習していきたいと思います。この論点では収益や費用の様々な勘定科目が出てきますので、まずは勘定科目について説明しておきたいと思います。ただ、労力を使って暗記するような論点ではなくて、受け取り〇〇という科目は、何かを受け取って儲けたことを表す収益の科目です。手数料を受け取ったら受け取り手数料、家賃を受け取ったら受け取り家賃というふうに、字面からすぐにイメージできます。それから、支払い〇〇という科目は、何かしらの経費を払ったことを表す費用の科目です。手数料を払ったら支払い手数料、家賃を払ったら支払い家賃というふうに、これも字面からすぐにイメージできます。すでに受け取り利息や支払い利息なんかも学習していますが、受け取り手形と支払い手形は資産と負債の科目ですから間違えないようにしてください。それでは、一つだけ仕分けと転記の確認をしたいと思います。例えば、保険料12万円を現金で支払った場合、仕分けの貸し方は現金12万円となります。また、保険料という経費を払ったことを表す費用の科目は、支払い保険料ですから、仕分けの借り方は支払い保険料12万円となります。よって、この仕分けを支払い保険料勘定に転記しますと、借り方を12万円増やすことになります。ここで、決算整理の論点で、すでに何回か説明していますが、改めて収益と費用の定義を復習しますと、収益というのは当期の稼ぎで、費用というのは収益を得るためにかかったコストのことです。つまり、費用は当期の稼ぎを得るためにかかったコストのことなんです。言い換えれば、前期や翌期分の収益や費用は損益計算書に載せるべきものではありませんから、決算では決算整理前残高試算表、前 TB の金額を当期分の収益や費用に修正する必要があるんです。これを踏まえて決算整理の必要性を説明しますと、例えば先ほど12万円の保険料を払って支払い保険料勘定の残高が12万円となったという例がありましたが、あの保険料に翌期分のコストが含まれていたら、それは損益計算書に載せることはできません。で、このように前 TB の金額に翌期以降分の収益や費用が混ざっていたら、それを減らす手続きが必要となるわけです。これを次の例で説明したいと思います。例えば、前 TB にいくらか支払い遅滞の金額があって、このうち15万円が当期未経過高であった場合について考えてみます。まず、当期未経過ということは、当期の費用ではないということですから、これを支払い遅滞という費用の勘定の残高から減らす必要があります。つまり、支払い遅滞勘定の貸し方を15万円増やすために、仕分けの貸し方は支払い遅滞15万円となります。また、これは費用を先に払っていて、翌期以降にお金を払わなくても良い権利があるということですから、これを認識して貸借対照表に載せる必要があります。ということはつまり、仕分けの借り方には5要素のうち何に属する科目が来るでしょうか。権利は資産のキーワードですから、答えは資産です。で、このような費用を繰り延べるときに使う資産の科目は、前払い〇〇という科目で、手数料を繰り延べるのなら前払い手数料、家賃を繰り延べるのなら前払い家賃という科目を使います。なので、遅滞を繰り延べるときには前払い遅滞という科目を使います。そして、前払い遅滞勘定の借り方を15万円増やすために、
仕分けの借り方は前払い1台15万円となります。次は少し問い方を変えた問題です。会計期間が1月1日から12月31日までであって、当期の3月1日に1年分の家賃120万円を受け取った場合について考えてみます。タイムテーブルを作りますと、3月1日に1年分の家賃を受け取って収益を計上した後、10ヶ月しか経過していないということが確実にわかります。つまり、2ヶ月分の収益を余計に計上しているわけですから、これを繰り延べる必要があるということです。1年分の家賃が120万円ということは、1ヶ月分は10万円で、2ヶ月分は20万円ですから、受取家賃勘定の借り方を20万円増やして残高を減らすために、仕分けの借り方は受取家賃20万円となります。また、これは収益を先に受け取っていて、翌期以降にお金を受け取らずに家を貸す義務があるということですから、これを認識して貸借対照表に載せる義務があります。ということは、つまり仕分けの貸し方には5要素のうち何に属する科目を使うでしょうか。義務は負債のキーワードですから、答えは負債です。このような収益を繰り延べるときに使う負債の科目は、前受け〇〇という科目で、手数料を繰り延べるのなら前受け手数料、地代を繰り延べるのなら前受け地代という科目を使います。なので、家賃を繰り延べるときには、前受け家賃という科目を使います。そして、前受け家賃勘定の貸し方を20万円増やすために、仕分けの貸し方は、前受け家賃20万円となります。このように問われた場合は、面倒でも必ずタイムテーブルを作って、確実に解くように癖をつけてください。続いては、翌期の期首の話です。繰り延べの決算整理仕分けを行った場合、翌期の期首に再振替仕分けという決算整理仕分けの逆仕分けを行います。支払い保険料の繰り延べを行った場合を例にとって説明しますと、翌期以降分の保険料を支払っていた場合、期末にはどのような仕分けを行うでしょうか。答えは、借り方前払い保険料、貸し方支払い保険料という仕分けです。よって、支払い保険料勘定の貸し方と、前払い保険料勘定の借り方に前払い額を増やします。こうすることによって、支払い保険料勘定の残高が、払った費用の総額から当期の費用に修正されるわけです。そして、翌期の期首には、費用の勘定である支払い保険料勘定の残高はゼロになって、資産の勘定である前払い保険料勘定の残高は、前期末の残高が繰り越されます。ここで再振替仕分けを行うんです。再振替仕分けは、決算整理仕分けの逆仕分け。借り方支払い保険料、貸し方前払い保険料、金額は前払い額という仕分けですから、支払い保険料勘定の借り方と前払い保険料勘定の貸し方に前払い額を増やします。そうすると、支払い保険料勘定の残高が前払い額になって、前払い保険料勘定の残高がゼロになります。これは全体的に考えますと、期末の決算整理仕分けで、支払い保険料勘定に含まれている翌期分の費用が前払い保険料勘定に振り替えられて、期首の再振替仕分けで前払い保険料勘定から支払い保険料勘定に振り替えられているということです。要は、収益や費用は期末でリセットされて繰り越しができませんから、前払いなんとか勘定や前受けなんとか勘定を経由して
翌期に繰り越しているということです。で、そういうわけで、前払いなんとか勘定や前受けなんとか勘定は、期末に残高が発生して、期首に残高が消えるんです。で、このことから、これらの勘定を経過勘定と呼びます。それでは最後に、精算表形式の問題を解いて終わりたいと思います。例えば、画面にあるような精算表が資料として与えられて、当期の5月1日に、向こう1年分の保険料48万円を支払っていて、9月1日に向こう1年分の地代120万円を受け取っているという情報が与えられた場合について考えてみたいと思います。で、まずはタイムテーブルを作成してから、前 TB の支払い保険料の金額のうち、当期分の費用と繰り延べるべき翌期分の費用は、それぞれ何ヶ月分なのかを計算してください。で、自力で解きたい場合は、ここで一時停止していただきたいんですが、タイムテーブルを作ると、支払い保険料については、当期分の費用は8ヶ月分で、4ヶ月分を繰り延べなくてはいけないことがわかります。繰り延べる金額は、48万円を12で割って4をかけると16万円であると計算することができます。では、これを踏まえて決算整理仕分けを作ってみてください。答えは、借方前払い保険料16万円、貸方支払い保険料16万円です。それから、受け取り地代についてもタイムテーブルを作ってください。自力で解きたい場合は、ここで一時停止していただきたいんですが、タイムテーブルを作ると、当期分の収益は4ヶ月分で、8ヶ月分を繰り延べなくてはいけないとわかります。で、繰り延べる金額は、120万円を12で割って8をかけると、80万円であると計算することができます。では、これを踏まえて、決算整理仕分けを作ってみてください。答えは、借方受取地代80万円、貸方前受地代80万円です。なので、精算表の空欄には、前払い保険料と受取地代が入ります。そして、修正記入欄には、前払い保険料の行の借方に16万円、支払い保険料の行の貸方に16万円。それから、受取地代の行の借方に80万円。前受地代の行の貸方に80万円が入ります。これをもとに、損益計算書欄と貸借対照表欄を埋めると、精算表が完成します。それでは、今回はここで終わります。ありがとうございました。